で確かになんか神様の御手があると思いますので、ぜひ共に賛美をしたいと思います。お立ちになる方はどうかお立ちください。心から神様を賛美していきたいと思います。お願いします。戦いの前線に立つ者たちよ、賛美の声を上げ主を称えよ。しっかり立って主の勝利を見よ。この戦いは神の戦い、自分の弱さを見て立ちすくんでも、弱さのうちには恵みが満ちる。たとえ下を向いてしか進めなくても、主は下から支えてくれる。奇跡を信じ祈りきれ、万軍の主が戦われる。奇跡を信じ走り抜け、勝利はすでに主の手にある。戦いの前線に立つ者たちよ、賛美の声を上げ主を称えよ。しっかり立って主の勝利を見よ。この戦いは神の戦い、自分の弱さを見て立ちすくんでも、弱さのうちには恵みが満ちる。たとえ下を向いてしか進めなくても、主は下から支えてくれる。奇跡を信じ祈りきれ、万軍の主が戦われる。奇跡を信じ走り抜け、勝利はすでに主の手にある。奇跡を信じ祈りきれ、万軍の主が戦われる。奇跡を信じ走り抜け、勝利はすでに主の手にある。勝利はすでに主の手にある。少し古い歌ですけれども、君が生まれる前から、作られる前から、あの日流した涙の訳も知ってる。孤独を感じていた時も、私はそばにいた。君が輝き続けるように、
私の翼の影に隠して、君が悩む時は苦しむ時は君の砦となろう。たとえ誰かが何かを君に言おうとも、君はありのままの君で、値打ちは少しも変わらない。君は高価で尊い私の宝。どんな暗闇の中でも輝き続ける。君の髪が白くなっても、私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける、君の命の鍵。君が輝き続ける、君が輝き続けるように、私の翼の影に隠して。君が悩む時は苦しむ時は君の砦となろう。君の髪が白くなっても、私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける、君の命の限り、君の命の限り。ハレルヤ。一番バリラヤ。イエスはこの地に来られて、癒しと奇跡をなされた。イエスの愛が注がれたち、栄光を常しえに。ガリラヤ、ガリラヤ、主が選ばれたこの地に。ガリラヤ、ガリラヤ、臨在満ちあふれる。イエスはこの地に来られて、癒しと奇跡をなされた。イエスの愛が注がれたち、栄光とこしガリラヤ、ガリラヤ、主が選ばれたこの地に。ガリラヤ、ガリラヤ。
臨在満ち溢れるガリラヤガリラヤ主が選ばれたこの地にガリラヤガリラヤ臨在満ち溢れる臨在満ち溢れるハレルヤ。私が宣教した町ガリラヤ、それと同じように私が今あなたを置いているその町、その場所、その職場、その学校、その家庭、その地域に私は豊かに望み、私の恵みと祝福をあふれるほどに注いでいこうとしられます。私があなたを置いたその場所で私を礼拝し、心から私を褒めたたえなさい。感情的には人間的にはそうできないことがたびたびあることを私はよく知っています。しかし愛する頃、その中で私を褒めたたえなさい。私は変わっておらず、私の愛も約束の言葉も何一つ変わることはないと言われます。だからあなたは私を喜び褒めたたえなさい。私を賛美し礼拝しなさい。その時あなたは私の力を受け、恵みを受け、霊の添いかけを受け、言葉を受けると主は仰せられます。この小さなものから大きなものに至るまで賛美を捧げていきなさい。この国籍を超え、民族を超え、この方々は父なる神を褒めたたえていきなさい。いついかなる時もこの真実な賛美を捧げていきなさい。神を褒めたたえていきなさい。と主は言われます。最も弱いその部分を通して私の栄光を表していこう。罪は悔い改めなさい。しかし既に許されています。許しを受け取って賛美の声を上げ感謝をしなさい。またどうすることもできない弱さを嘆くのではなく、その弱さと戦うのでもなく、その弱さから目をそらすのでもなく、その弱さを私の前に差し出しなさい。そして感謝をし、大胆に私にすがり求めなさい。私はあなたを新しく作り変え、その弱さを通して私の栄光を、恵みを、力を、愛を表していこうと主は仰せます。弱さのうちにこそ私の力は、恵みは豊かに完全に現れていくと主は仰せられます。37番、ホープ。聖なる方、真実な方、あなたをあがめます。誰も閉じることのできない門を開いてくださった。それは従う者に与えた神の約束。十字架の恵みは尽きることはない。恵みから恵み、天から来られる。私たちは携え上げられ、空中で主とお会いする。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。
ます。マラナタ、マラナタ、主よ来てください。聖なる方、真実な方、あなたを崇めます。誰も閉じることのできない門を開いてくださった。それは従う者に与えた神の約束。十字架の恵みは尽きることはない。恵みから恵みへ、勝利から勝利へ。その日、主は天から来られる。私たちは携え上げられ、空中で主とお会いする。ハレルヤ、ハレルヤ、マラナタ、主よ来てください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。マラナタ、マラナタ、主よ来てください。ハレルヤ、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 ハレルヤ。あなたの隣にいる、あなたのそばにいる、あなたの近くにいる、その固くななものの上に喜びなさい。岩のように固く、とても信仰が生み出されそうにないと思えるその人の上に私を賛美しなさい。また非常に弱さを覚えている者たちがあなたの前にいます。またあなたもそのままではダメだと思ってしまう人がいます。でもそのものことの上に、その弱さの上にあなたは私を賛美しなさい。なぜならその弱さの中から私の栄光が現れてくるからです。その最も弱いものを通して私は私の勝利と栄光を表していくからであるとおっしゃいます。騙されてはいけません。私は弱さのうちに働き、十字架の恵みと復活の力を豊かに表していこう。人が諦めたとき、自分が諦めたとき、そこから私の力と私の恵みが始まるとおっしゃいます。あなたが諦めても私は諦めない。私の愛はその不可能を可能にし、そこから私の栄光を表していくと主は仰せられます。奇跡を信じ、この奇跡を祈り続けていきなさいと主は言われます。この時は来ており、ご時代という流れの中であなたが思うよりも早くこのあなたのお願いは成就してくると主は言われます。そういう奇跡を信じ、信仰を解き放っていきなさいと主は言われます。確かにあなたは長い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 、とても長い長い忍耐を成してきたことを私は知っています。その忍耐の中であなたは約束の言葉を握り、信仰を失いませんでした。しかし今あなたはとても弱くなり、信仰を失ったわけではありませんが、いつかと思っています。そのいつかはいつまでたってもいつかのような気がしています。しかし愛する子はそうではない。この時代において
時が満ちてきたことを覚えなさい。この群れにすでに成就の時が始まったことを覚えなさい。モーセの荒野の忍耐の時からヨシアの洗礼の時がすでに始まっていることを覚えなさい。私はあなたの人生の中に長いあった忍耐に対する豊かな報いと勝利を与えていこう。あなたの筋書き通りにはいきません。でも私の言葉は必ず成就していきます。それはあなたの喜びの声をさらに上げていきなさい。あなたの思い通りにならないことのゆえに私を褒めたたえなさい。そこからあなたの及びもつかない私の栄光が勝利が現れてくると主は仰せられます。最後に10番 I love you Lord。主はまことに聖なるお方、主は私の救い主、あなたの十字架の御業、心から感謝します。I love you, Lord。 福音を携えて I love you, Lord。 全世界へ出て行きます。 I love you, Lord。 I love you、福音を携えて I love you, Lord。 全世界へ出て行きます。全世界へ出て行きます。愛する天のお父様、聖霊様の豊かな深いご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。そしてキャンプを心から感謝いたします。映像と証の一つ一つをありがとうございます。今日のこの大礼拝に集われたお一人お一人、オンラインで礼拝をしているお一人お一人を心からありがとうございます。天皇様、今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して語り、励ましと慰めと希望をくださって、御言葉を通して私の信仰を養ってくださって、あなたがこの年与えてくださる勝利と栄光、奇跡と恵みを豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。私は主をあなたに期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝をしたいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。